最近なんか本とか読んでます？最近は読んでないです。なるほど、あの二等兵常にこのアウトプットインプットを考え、はい、アウトプットのために読書をする、しかもなんていうんだろう、頭が良くないくせにあの毎週やらないといけない、まあ、そこはあれですよ、囚われですよので、まあ、思い込みですよ。あまり読み応えのあるというか、はい、あの一応なんか三島読みたいとかいろいろ読みたい本はあるんですけど、ちょっとライト感覚な本で、最近こんなの読みまして、山田五郎さんの人生を面白く好きになる力を読み、ピンとくることがあったので、はい、ちょっとなんかお話ができればなと思いまして、隊長聞いてくださいと、はい、最近、例えばちょっと前に心を楽にするサプリみたいな、はい、その伊藤聖子さんと共著の本紹介したと思うんですけど、はい、その伊藤聖子さんもの本の中でも、その三浦淳さんが、はい、そのそう伊藤聖子さんのことをすごい心配するっていうので、僕の信頼できる仲間ですっていうのが出てきたり、はい、そのリリー・フランキーさんの本にも、三浦淳さんは出てきますし、はい、この山田五郎さんの本にも出てきたんですよ、はい、その出てきたというのが、これどんな本かっていうと、タイトル通り、はい、人生を面白くする好きになる力、要は何が嫌かって人生で、嫌いなものをやることとか、そもそも嫌いなものがあること自体が嫌じゃないですか、でまたその嫌いな人から嫌いなことを押し付けられる、それを仕事というみたいな、でなんかそのやりがいのある仕事がやりたいみたいな、はいはい、で仕事辞めますみたいな、でも好きになる力、これどんな本かっていうと、嫌いなことすらも好きになればいいじゃん、っていう、はいはい、ざっくり言うと、そんな本、なのでいやいやそんなん無理でしょうって思いますよね、だって嫌いなんだもん、わかんないですけどね、読んでないからわかんないですけど、はい、はい、あその好きになることもある、話に興味がないか、携帯ちょろ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 いじっていやいや何でしたっけ、あ分かんないですけどねっていうのは、あその好きになることはあるとは思います、あ嫌いな人とかはね、嫌いな人とかもだし、はい、嫌いなことでも、はい、なんかやらされてたら嫌いだけど、はい、自分からやってたらそうでもないみたいな、なるほど、答えが出ましたねはいなるほど、この本で書かれていたのが、この人も初めその出版業界の編集者から始まるんですけど、要はもう嫌いなことの連続だけど、嫌い嫌いと思っててもしょうがないから、好きになることから始めたんですよ、みたいなことがずっと書いてあるような、その何だって好きになれないはずがないよとか、遊びを楽しむよりも仕事を楽しんだ方がいいよとか、いやいやもう無理でしょうとかっていうのを思いながら読んでたんです、はいはい、で、まあ、この中で出てくるのも、よく聞く愛の反対は憎しみではなく無関心である、ナチスの強制収容所を生き延びノーベル平和賞を受賞したアメリカのユダヤ人作家エリ・ビーゼルの名言です、愛を好き憎しみを嫌いに置き換えても同じことが言えるでしょう、みたいな、この要は無関心っていうのが一番その好きから遠いところで、嫌いと好きっていうのは意外と近いところにあるんだよ、みたいなことが書かれていたり、日本人は古くから言葉にはその言葉通りの現実を招き寄せる不思議な霊力があると信じ、これを言霊で呼んできました、はい、万葉集によりますと、日本は言霊の助くる国だそうです、またその他日本は言霊の咲き這う国、これ咲きと書いてあるのは幸という字ですね、言霊によって幸せになる国だよ、なんていうのが万葉集に出てきていて、なのでその人は嫌いだと思えば本当に嫌いになってしまう生き物で、何かを嫌いと思った瞬間に先入観になって以後その対象を色眼鏡でしか見れなくなってしまいますよ、タイプ論みたいですね先に言わないでで今僕の中でこの山田五郎さんっていう方は、よくまあ皆さんテレビで見ると思うんですけど、なんかすごい
論理的に話され、うん、その何て言うんだろう、感情とか、うん、気持ちとか感覚よりも、うん、なんか思考的に物事を喋る人だ、うん、はいはい、と思ってたので、うん、僕これ買った時には、うん、なんかその僕の苦手な部分、うん、お前なんじゃって話ですね要は僕はどっちかというと、はい、思考で思考を積み重ねて論理的に考える人間ではなく、うん、まあとりあえずやってみればいいじゃんとか、うん、本に書いてあることを、うん、ああそうなんですねって素直に受け止める、うん、パターンで、うん、あまり自分で考えようとしないタイプなので、うん、そういう苦手な部分を、うん、ちょっとでもなんかそのそれを変える力になるようなことが書いてあるかなと思って読んでたんですね、うんうん、そしたらなんかあそうなんていうのこういう言霊とか、うん、だから苦手だっていうから苦手なんですよ。ちょっと黙ってもらったで、はい、どこで三浦淳さんと会ったかっていうと、うん、あの唐突に出てくるんですね、うん、MJ は、うん、そこがいいんじゃないって言うって出てきて、うん、MJ とは、うん、最初の中で MJ って誰ですか。松潤ですよね。僕も松潤なんですけど、はいはい、MJ とはマイケル・ジャクソンでも、うん、マイケル・ジョーダンでも、もちろん松本潤さんでもありません、はい、僕が尊敬してやまぬ長年の親友、うん、三浦潤、はい、かっこ職業、うん、イラストレーターなど、うん、まあ本当などですよね、うん、一人電通さんですから、うん、でそこがいいんじゃないは、彼が漫画やイラストで大昔、うん、いや有名になる前からずっと使ってきた言葉だよと、うん、彼はそのない仕事の作り方とかでも言ってるんですけども、うん、その世の中の大半の人が嫌いだっていうものを探してきて、うん、そこがいいんじゃない、うん、と言って、うん、無理やり好きになる、うんうんうん、でそれをマイブームってつけて、うん、いやみんなが嫌いっていうものを、うんうん、もう逆張りですよね、はいはいはい、そこがいいんじゃないって、うん、無理やりギュッて握って、うん、これがいい、うん、でこれが僕のマイブームですって言ってるので、うん、そのよくなんかタレントさんとかも、まあ、マイブームってもう今言葉で定着してるじゃないですか、はい、だからその最近ハーブティーがマイブームでさ、うんうん、っていうのは、うん、使い方が違うよって、うん、それあのたくさんいるから、うん、それをブームにしてる人、うんうんうん、っていうことが書かれていてですね、うん、その自分以外の周りの人にも認めさせるべくその一人電通となって、うん、営業宣伝を駆け回って、うん、っていうこのなんて言うんだろう、三浦淳さんも、うん、秋元康さんみたいに、うん、要は3000曲作ってたんですよね、うんうんうん、っていうこのあここでも三浦淳さんと会ったと思って、うん、要は嫌いを無理やり好きになるっていうのは、うん、その可能なんだよっていうことが書かれていて、うんまあ、これを見たからか、うん、その三浦淳さんの最後の講義っていうのが YouTube で上がってるんですね、うん、それをなんかもう一回見ようかなと思って、うん、ちょっと見てたんですけど、うん、三浦淳さんの最後の講義っていうのは、うん、僕も4回ぐらい見てるんですけど、うん、今までそこに着目してなかったんですけど、うん、要は三浦淳さんは昔からとても悩んでいた、うん、何に悩んでいたかというと、うん、自分が普通っていうこと、うん、要はロッケンローラーじゃないと、うん、いやなんかそのロッケンローラーは歌いますよね、うん、社会への不満とか、うん、要はなんかその自分の不幸な生い立ち、うん、でも負けない俺、うん、みたいなのを歌って、うん、ロックな魂みたいなのを表現するんですけど、うん、俺って普通だなって、うん、中流、うん、両親がいて、うん、で先生に反抗するかというと、うん、三浦淳さんはなんか先生になんか仏像の話とかをして、うん、キャッ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 笑いながら仲が良かった、うん、みたいなところで、うん、全然ロックじゃない、うん、けど周りを見渡すとモテるモテないのところで、うん、スポーツができるわけでもない、うん、勉強ができるわけでもない、うん、でそのロッカーでもない、ロッカーってモテますもんね昔から、うん、周りのバンドやってる連中とかって、はいはいはい、うん、で三浦淳さんがその高校の時に何をやろうと、うん、何を考えたかというと、うん、その好き嫌いをやめたっていうんですね、うん、僕それ見逃してたんですよその動画の中で、うん、僕は好き嫌いをやめたんですよ、うん、なぜか、うん、要は好き嫌いを言ってるうちは、うん、普通のやつだなと思ったんです、うん、っていうのを聞いた時に、うん、はあって、うん、よくなんかその三浦淳さんの最後の講義のところにも、うん、
なんかその講義を聞く前に、うん、なんか聞きに来た人のインタビューをするんですね、うん、でなんかその三浦淳さんこんなところが好きで、うん、こんなことこだところが好きで、うん、っていうような話してる人たちを見ていると、うん、なんて言うんだろう、あこれ僕の中の偏見ね、はい、ツイッターではなんかきついことをあげそうな人はい、はい、ごめんなさ い,、はいはいはい、これ僕の中の偏見です、うん、僕の中これすごい偏見ですね、はいはい、あまあ要は、うん、好き嫌いを言いそうな人たちだな、はいはい、うん、っていう人たちが、うん、そのなんか三浦淳さんに憧れてみたいなのを言ってて、うんうんうん、で三浦淳さん当の三浦淳さんが何を言うかっていうと、うんうん、普通からや普通の人間をやめるために好き嫌いを捨てたんです、うんうん、って言ってそれを実践するわけですよね、うんうんうん、嫌げ物って要はあのお土産、うん、誰が買うんだろうっていうようなお土産を買って、うん、みたいなことをやったり、うんうん、っていうのを見た時に あ人って買われるんだな、うん、はい、で今日この動画では、うん、どうやって人は変わるのかっていうのを、うん、こちらですね MBTI タイプ入門から、うん、はい、職場編からちょっとお話ができればなと思って、はい、まあ大地はそれをとらわれだって言うじゃないですか、うんうん、君握ってるだけだよねって今の話もそうですよね、どうぞ苦手だって言うから苦手で、あ僕がねそう思考能力がなくて、思考能力がなくてみたいな、はい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 、でこれタイプ論言うと感情でとか言って言われるわけじゃないですか、言われる、そうすると感情を握るじゃないですか、はいはい、そう握らない方がいいって話ですよね、そうですねっていうような話に落ち着いていくんですけど、はい、今のはじゃあ聞かなかったことにして、はい、はい